旅人さん、何かお手伝いが必要なことはありますか？はい、すでにお聞きしております。南十字戦隊の棟梁と稲妻へ向かう約束をしているのですよね。確かにもう随分と日が経ちましたが、まだ私のところに情報は何も入ってきていません。探したぜ。あんたが姉子の尾根だっていう旅人か？そうか、そいつはよかった。艦隊の補給作業がほぼ完了した。あとは人員を確認するだけだ。姉子にあんたを探すよう頼まれてな。あんたが船に乗ればすぐに出発できるみたいだぜ。やっぱり北斗は約束を守るやつだったな。もちろんさ、姉子の義理がたさはこんなもんじゃないぞ。出航したらあんたらも徐々に分かってくるはずさ。もう行かれるのですか？無事に出航できるみたいでよかったです。この先が星であろうと深淵であろうと、次の一歩を踏み出すのはいいことだと思います。ではまたの機会にお会いしましょう。皆さんのご無事を祈っておりますね。そうだな、ほとんど毎日会ってたから名残惜しいぞ。でしたら稲妻に着き次第いち早く私を探し出してくださいね。私は鳴上島であなたたちをお待ちしております。やっぱり稲妻にもキャサリンがいるのかよ。じゃあなんでこんな悲しげな雰囲気を醸し出してたんだ。リーウェイにもきちんとお別れをしてきな。船はもう古雲閣に泊まってる。ちゃんと伝えたから俺は先に戻るぞ。おう、知らせに来てくれてありがとな。いいってことよ。じゃあ船でな。よう、やっと来たか。かつては嵐でさえ止めることのできなかったこの南十字戦隊を港に引き止めてるんだ。私がどれほどあんたたちの顔を立てたか言うまでもないだろう。冗談さ、ちょうどいい時に来たな。出航準備が今終わったところだ。じゃあ人も揃ったことだし、そろそろ雷雨に包まれし永遠の国へ向けて出航だ。出発。Hey.
やっと来た、リーユへの姉子。待ちくたびれてたところだよ。それと二人の密航者、あー、いや客人というべきか。しー、あんたたちの将軍様のせいで近頃は稲妻近海の雷雨と暴風が前よりも強くなってやがる。もちろん私の船隊も大いに本領を発揮したが、それでも少し時間がかかっちまった。そうだ、紹介しよう。こいつはトーマ、最近知り合った商売仲間だよ。君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよ。トーマ、この二人は。紹介はいらない。異教の旅人の名声は外界の嵐だろうと防げないからね。とっくに耳に入ってるよ。嬉しいこと言うなお前。手間が省けたな。トーマはもう長いこと離島で活動している。ここの顔役と言っても過言ではないだろう。何か困ったことがあればこいつを訪ねるといい。だがもしこいつがあんたに不埒を働けば、次稲妻に来た時私があんたの代わりにこいつを締めてやる。安心してくれ、俺たちなら仲良くやれると思うよ。そろそろ時間だ。私の船にはまだお尋ね者が一人乗ってるからな。長いはできない。カズハのことか。また会おう旅人。稲妻でどんな荒波に会おうが乗り越えてみせろ。バイバイ、元気でな北斗船長。それじゃまずは審査所で登録手続きを済ませよう。稲妻のお偉いさんに会うのか。こっそりって言ったはずだけど。鎖国令を舐めないでくれ。身分を調べることからはどうあがいても逃れられないよ。だからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだ。こんにちは。身分の証明と島へ上陸する目的を教えてください。あ、もちろんトーマさんは結構です。皆さん見ないお顔ですね。どうしたんですか。お二方の詳細と荷物を持っているかどうかを。規則に沿ったものではなく、そのような個人的な事情が理由ですと原則として通すわけにはいきません。だ、おいらたちは。すみません、やはりお二方には
これが二人の上陸手続きの書類だ。確認してくれ。おい、あるならもっと早くに出しとけよ。君たちがどう対応するのか少し気になったんだ。悪い、そうでしたか。書類に問題はありません。離島へようこそ。これからどこに行けばいいんだ。音楽観察だ。ここは上陸の可否を調べるだけなんだ。離島に滞在するなら音楽観察で滞在手続きを行う必要がある。なんか聞いただけで厳しそうなとこだな。稲妻では外国から来た人間を外の人と呼ぶほどだからね。この言葉からもわかると思うけど、鎖国令によって封鎖されてる今の状態じゃ外国人が簡単に受け入れられることはないんだ。たとえそれが異邦人居留地のあるこの離島でもね。君の覚悟は気に入ったよ。俺たち気が合うんじゃないかな。じゃあ行こう、音楽観察へ。これらの規則のほとんどは離島をずっと管理してきた勘定奉行によって定められたものなんだ。勘定奉行？稲妻三奉行の一つで、主に国家の財産を管理したり国に利益をもたらしたりするのを責務としている。あれ、聞いたことなかったかな。すまない、このことについてはもう少し考えさせてくれ。すでに上陸手続きは済ませてありますよね。では滞在手続きを行いましょう。そちらのお二人ですか？そうだ。はい、では手続き料の200万モラをお支払いください。200万！手続きだけで200万もするのか？はい、お一人100万ですので計算に間違いはありません。
ご安心ください。いや、間違いというかそういう問題じゃなくて、ぐゆお嬢さん、この二人は俺の友達なんだ。ほら、俺って一応ここの顔なじみでもあるし。あら、トーマさんのお連れ様でしたか。ではトーマさんの顔に免じて40万もらにしましょう。本当に感謝するよ、ゆりかさん。でも俺から見たら手続き料なんて600もらで十分じゃないか。ここは俺が代わりに出すよ。後で君に飯をおごってあげるからさ。どうかな。そんな握りの仕方があるのか。いくらなんでもそれは。わかりました。それで手を打ちましょう。今登録しますね。へへ、毎度。200万が600って稲妻人の金銭感覚おかしすぎだろう。そんなに驚くことじゃない。手続き料自体が私的な要望なんだ。音楽観察では手続き料をいくら取ろうとも最後は全て観察官の懐に入る。それが多いか少ないかってだけで、それ以外は重要じゃない。もし不幸にもここに滞在することになった外国の富豪商人が現れれば、そいつからがっぽり稼げる。そう、そんな時に現地の友達がいることの重要性、君たちにもわかるよね。ああ、異教の客人が鎖国中の稲妻に訪れているんだ。仕方ないと思うのが普通だろ。外国の商人ができることは仲間同士で助け合うことが関の山。これが離島にある万国商会が発足した由来でもあるんだ。外国人が自分たちで立ち上げた商会か。そうだ。商会は利益のため以外にも組織の取り組みや管理などで稲妻に住む外国人の支援も行っている。商売の道と生存の道、その両方を担っている商会だ。なんか外国人って稲妻で生きていくだけでも大変なんだな。それが君たちの目的か。なるほど。君の立場を考えれば確かにそれは遠い目標だろう。ライデン将軍は唯一無になる高貴な存在、全ての生物が見上げるべき神なんだから。この世の出会いはいつも捉えどころのないものだと言いたかったけど、君たちならもしかすると午後の散歩中にでもライデン将軍とばったり会えるかもね。そんなのありえないだろう。わかった。率直に言おう。君たちをライデン将軍のところまで導く術はある。本当か？離島の顔役にそんな権力があったなんて。持てる全てのコネを使えばなんとかなる。だがその前に、権力というのも高く売り買いされているものだ。言ってる意味がわかるかな。お前もかよ。俺の言う売り買いはモラを払うことなんかじゃない。それどころか対価を払う必要すらないんだ。ただ望むものを手にしたいのなら、人々の問題を解決してもらいたい。全ての人が幸せになる方法を探す。それが俺のモットーなんだ。かっこよく言ってるけど、オイラにはわかる。お前、自分が人に恩を売りたいだけだろ。おっと、なんだか君たちから悪者でも見るような視線を感じるが、ま、それは一旦置いておこう。状況を説明しよう。さっきも言った通り、万国商会の会員はかねてより生き残りの厳しい状況に陥っている。最近はそれがますます加速しているんだ。君たちに何かできないか様子を見てきてほしい。商会の会長はクリスという俺の友達だ。俺はここで君たちからの吉報を待ってるよ。